たっぷりつけて、うわすごい、おりゃうまいものほど体に悪いっていうこの世の法則はどうしたもんか。やっていきます。意外とうまくでしょ。はい、というわけで皆さん、こちらですね。今回は、日比谷の日本最大クリスマスマーケットに来ております。時間は2時間限定で、はい、というわけで行きたいと思います。よろしく。すげえよ、なんかやばない？うひょー、すげえ。なんか静かじゃない？なんか音がなくない？この街多分日比谷のど真ん中だからその音は使っちゃいけないんだな。飲食店が20店舗、お土産屋さんとかが20店舗ずつあるらしい。順々に攻めていこうと思います。入場規制がそもそも入ってるから中はそんなめちゃめちゃ混んでるわけじゃないね。だね、彼氏いる女の子がいっちゃん可愛いね。顔がキラッキラしてんだけどすごいぞ。ご飯屋さんが多分あっちっぽいな。うわ、でかくね。ちょっと待って、でかくね。思った10倍ぐらいでかいんだけど。あっちまで全部クリスマスマーケット。これか、今年のクリスマスはもう土日だからね。めっちゃ混んでるぞ。平日でもこれだからな。お前何食い、お前食った？なんかないです、全然。なんか食べよう。ごちになります。うん、え、クリスマスですよ。そうか、そんな細かいことはな言ってらんないか。何屋さん？スペアリブ&チップス。あ、まずフィッシュ&チップス行きましょうか。はい、2つで温かいお飲み物お食事いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。いただきます。はい揚げ物とかいつぶりだよ。やばいな。いただきます。フィッシュめっちゃでかい。ああ、うまっ。タルタル好きだ、タルタルを。このフードファイト的なところで来てるやつほぼいねえだろうな。2時間で10店舗目標な。はい、1店舗目終了。次、どんどん行くぞ。早ければ早い方がいいんだから急ぐぞ。時間を空けると入る量が少ないのあんだよ。いろんなものにポテトがついてしまうな。ポテトそんないらねえよ。一旦ここ並ぼ。何があるかわからんけど、とりあえず並ぶ。あー、すごい。何食いたい？お前選んでいいよ、さっき言ったから。67番。じゃあザクレットのソーセージ。誰？お前チーズめっちゃかかってる。お前いいね。ザクレットいくか。15番です。はーい、いただきます。あります。おい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 、これやばい。うまっ、うまっ。
たっぷりつけて、うわすごい、おりゃやばっ、幸せ。チーズがさ余るからさ、もうこれ全部よ、こうよやばくねこれこの一杯うんまっ、おいしい、おいしい、おいしい、よし、次だ、マジでうまい。3店舗目、生ハムとコモス。どういうこと？うわ、でけんだ、すげえ。うん、さあ、ただいまの店員は、ジャズジャマの皆様にお届けいただいております。冬のスープが新鮮だよ。今腹3分か2分ぐらい、俺どんどん行くぞ。うわー、どうしようね、これはこれは困ったね。いちご飴お願いします。はい、4店舗目、いちご飴ですね。うわ、すげえ、めっちゃジューシーだ。うわ、これかこれかで迷う。ちょっと視聴者に聞こう、どっちがいいか。こっち、どっち行きたい。これリンダーグラーシュかミートパイスパスタ包み。下 OK、 下見たいか。いいでしょう。いただきます。トマトパスタとチーズリゾット。うん、うまい。俺がカメラを担当しよう。はい、インサート行ってく、インサート。バカバカしい。なんてバカバカしいんでしょうか。いただきます。あったかいじゃないか、ちゃんと。あん？別にね、全部がうまかったらそんなすごいことないよね。ある程度な、たまにはな。ここでうまいという配信者にはなりたくないよねやはり全てに正直に生きていきたいよな、それはね。ほら、そう思って生きてるよ。もっとジャンクなものを食べてほしい。あー、そう、もっとジャンクなものをご所望らしい。視聴者はジャンクなものってなんだよ。グラタンコロッケ。いや、もっとジャンクなものがあるんじゃないの。お肉っていう、うわーってこっちってのが食べたいね。もうクリスマスマーケットさ、一緒に来れてよかったね。俺たち夏に付き合ったじゃん。もう気が早かったからさ、クリスマスの話したでしょ一緒に過ごせてよかったよ。来年のクリスマスもさ、一緒に過ごそうね。やばい、そうなんじゃないかな。
っとね、実はこれでした。はい、どうぞ。なんかこれターキーレッグですか。はい、じゃあターキーレッグ一つで。はい、1500円お願いします。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。おお、もう一度でお気付けください。いただきます。フォークはさないだけど、フォークでどうやって食えるよね。マジでデートにおすすめしない絶望味わうと思う、これ。ケーキ屋さんだ。ここはデザートだね。さっきのルートもう一回しよう。今お腹6分目ぐらい。ラストはデザート系で締めたい。デザート系を攻めていきたいね。結構メイン系は食べたからさ、ご飯物もスープも、スープも。うわー、これはうまそうだ。うわ、すごいこれ。肉柔らか。うわ、これうめえわ。うん。また筋トレ頑張んないとな、これは。モチベーションにつながるぜ。おい、ジュース飲んでいい？マジしばらくジュース飲んでねえからさ。いいの？あんな俺飲んで。これあんな飲んでいいのか？まずいか？今日ぐらいはいいか。今日は許そう。いや、なんかね、もうほんとね、罪悪感というか、今までの俺の頑張り、これで無駄になっちゃうんじゃないかなって感じるんだよね。さあね、クリスマスだな。そう、あと忘れてた、危ね。ジュースでもね、フルーツ系が好きでさ、コンビニとか行くたびにちょっと揺らぐんだよね。無限に我慢してきたから、今日はちょっと行かせてもらうぜ。俺の体、500ml を受け入れてくれ。フリートスのシナモンと、あとペットボトルのリンゴジュース。リンゴジュースが売り切れてます。あ、本当ですか、わかりました。じゃあイロハスで。はい、はい、まあ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 、まあ、いいでしょう。食って言わない。チュイタスはうまいな。じゃあやな。うまい。すんごい砂糖味だ。うまい。うまいものほど体に悪いっていうこの世の法則はどうしたもんか。不思議なもんだぜ。すげえ、すげえ美味しそう、すげえ美味しそうな日だ。うわ、シャーベットアイスだ。ちょ、マジクソ硬いんだけど。いけ。しばらく食えない、これは。すんごい。カッサータってこんな感じなんだ。全体的にめっちゃ甘いんだけど、ドライフルーツが中に切りばめられてるから、たまに酸っぱいのよ。酸っぱいゴロゴロが入ってる。ハム。あったかい。クリスマス気分をみんなと味わうつもりが、
暴飲暴食配信になっちまった。いやでも久しぶりに食ったマジで幸せだマジで。ちょっとチートデーって言ってもやりすぎは良くない気がするけどな、ちょっとやりすぎたかな、あまりのチートデーだったな。カップルはそりゃ多いさ、クリスマスマーケットは。彼氏はこのチケットを何週間も前からネットで予約して取っとくんですよ。皆さん覚えておいてくださいね。当日券を取るなんて思ってるのかなんですから、彼女が並ばないようにネットで何週間も前から用意しておくってことを覚えて、また来年頑張ってください。俺たちは当日券の時はね2時間並びました。俺は皮膚科行ってたから並べなかったんだけどこいつが並んだんだけど一人で2時間並んだ。はい、うん、ということだ。声かけられましたが、ここにはいなかった視聴者は。お前らこういうところにはちゃんといないんだな。やめようぜ傷を舐め合うのはさ。お前らはなんか彼女がいないだな、こういうとこにはいねえだのさ、こういう日に限ってさ、そんなやめようよ、そんな言葉の応酬は。苦しいったらしないよ。まあエンディングでしょ。ちょうど今日の配信はこのクリスマスマーケットに行っていいのが2時間ということで、まあ、2時間にちょうどする予定だったんで、今日は早めですが配信を終わりたいと思います。それでは皆さんお疲れ様でした、いいクリスマスをお過ごしください。はい、さようなら。食いまくりました。おやすみなさい。